そうですね。素直っていうのはすぐ、なんでしょう。素直な自分っていうのは何なんだろう。素直な状態みたいな何なんだろうみたいな、そういう哲学的な問いにすぐこう直面しちゃうというか、そういったものがありまして、なんで、その技術をそのためにすごくこう個人的な理由でこう使いたいなっていう気持ちが結構長い間続いてましたね。で、そんな感じで、なんか、素直派展とかいうのを、森本ちゃんと、高校の同級生とかと、やってたりしたんですけど、そうですね。聞いてみましょうか、と、ちょっと、なおに。はい。あ、ここに、どうぞ。ここに。どっか見えるところ。どんな感じだったかな、当時は。いや、なんか突然、その水谷くんが、なんかこう、その素直になりたいんだけど、みたいなことを言い始めて、で、なんかこう、別にそういう順番じゃなかったかもしれないんですけど、その時の展示は、なんか高校の中に、ちょっとこう、学生が飾ったりできる、なんか生徒サロンみたいなところがあって、なんかそこで何人かで展示したんですけど、なんかその時は、なんかドローイングをやってみようみたいな感じで、私はなんか、結構、なんかその時はたくさん、なんか、いろんなものをなんかたくさん書いて出して、その時に三谷くんが作ってたのは、なんかこう、なんか透明ななんかホログラムシートみたいなのに、なんかこう、画鋲、綺麗な色の画鋲みたいなのとか、なんか、まあ、いろんなものがなんか挟んであって、っていうのを作って、出したりとかしてて、でなんかその時の作品がなんか自分の中ではなんか水谷くんのまあ本当になんかなんていうんですかね、今まで続いているなんか何かがまああるような気がするというか、その作品は結局私ももらったんですけど、写真とかあったりするのかな、なんかわかんないですけど。そうですね。用意して昨日消しちゃったんで見せます。なんかその頃ぐらいから、なんかすでになんかこう、つまりつながるなのかみたいなのがあったかなって気がして、なんか、ちょっとこれぐらいでいいんですかね。はい、ちょっと画像、その写真を見てて。これですね。今見てますかね。これがまさにこれですか？うん、これがまさにそれで。モリフトにあげたやつです。これは、変更版って言って、テレビの中に入ってる、なんか光を反射させるフィルムと、普通の紙の間に、なんかいろんなものを挟んでる。ね。そう、なんか当時は、そういうところから、発展というか考えを進めて、なんかもうその美術のイリュージョニズムって言いますか？なんかその、マジック的な要素、例えば、絵画で、何ですか、指示体のことを忘れて鑑賞するような状態とか、そういったものは、もうすべて破壊されるべきだと思ってたんですよ。尖ってたんで。はい、こう極論みたいなものがあって、それで早めにこう絵画っていうものにこう見切りをつけちゃったんですけど、そんで、あとそうですね、今日もいらっしゃってる栗木さんが、河合塾にいらっしゃって、で、クリスさん彫刻やってらっしゃるんですけど、その辺で遊びつつ、こういうものもあるんだな、みたいな、高校1、2年ぐらいでこう、勉強しまして、それで、彫刻専攻に来たんですけど、まあそれは本当彫刻論っていうよりは、物質論に近い、その物質っていうものの方がより、こうなんか素直に感じたんですよね。そのものがそこにある状態で OK みたいな。でも、この辺の
作品は、その、なんていうんですかね、すぐこう物質の存在的な、なんかこうパラドックスに行き着いちゃうというか、その、見えてるものがこう違っても、同じものだし、それはそのものだし、であるし、でもその存在論的な意味はどうかあったりするのかな、みたいなところがあって、まあ、あと、デュシャンのこととか、なんか、そういう、なんていうんですかね、その、いわゆる美術史をこう、勉強しながら、前衛とか、ま、日本であったらネオダダとか、そういった時代のことに、こう、と、学校でやってる美術の、こう、折り合いがいかず、頭がパンパンになりながら、過ごしてました。そんな感じの時の作品で。はい。え、あ、これ違うやつでしたね。まず、あ、そうですね。実存主義に傾倒してまして、当時。サルトルのとかすごい傾倒してまして。まあ、50年前の学生みたいな、毎日読んでたんですけど、この高校の時のやつなんですけど、その実存主義のあれで、一個、こう、よく思い出すのは、年代木っていうあれがあって、その、サルトルの本で、オートっていう本があるんですけど、例えば、アン・フラマンスとか、フランスの、技術の動向なんですけど、まあ、フランスというか、ヨーロッパ西洋の、実存というものが結構、こう、重要だった時代に、こうドロッとした皮膚がなくて、剥き出しになっちゃったようなものでしか、こう、形容しようがないというか、その存在自体を、みたいなものだったんですけど、まあ、一応、視覚芸術みたいな、っていうことで、そのサルトルのオートの中に出てくる、主人公がそこでこう、木の目の前でこう、吐いちゃうんですけど、それが、その木が、年代だったっていう、確か、なんかこう、粘っこい木みたいな、なんかそういうものが一個シンボリックなものとしてあったような気がしてて、まあそういうイメージとかを結構持ってて、で、彫刻で当時は木彫してたんで、そういったものとも、こう、相まって。で、なんか、高3の時は、このマスキングテープを、ぐるぐるいろんなものに巻いてたりして、だんだんとこう、広がっていくような、感じ。アメーバみたいな、ものと、あと実存主義の考えを、ちょっとこう、僕なりに解釈すると、まあ、いろんなものっていうのは、その最初に目的があって作られるんですけど、その目的を、こう、ポッて取ってしまうと、その彫刻的な、仮想的な素材になるんですよね。で、それに対して人間、まあ、実存的な存在っていうものが、こう、手を加えることによって、その物質が変容していくんですけど、それはその、人に近づいていくんじゃないかなっていう考えが当時あって、その、例えば、物は最初から目的があるんで、立脚点がしっかりしてるんですけど、一回前提を抜いちゃうと、上下とかがどうでもよくなっちゃう状態になって、で、それでまた手を加えていくと、その物質自体がこう自分でこの、3点、地面につく場所、3点というか4点でもいいんですけど、見つけていって、自分でこう形ができていくっていう。のが、実存的ななんか考えとこう、リンクしてて、まあそういう感じで制作をしてました。で、そういう時の作品です。なんか年代っていうものをちょっと考えてましたね。あとは木彫もしてたんで、その時はなんか天地を最初に決めずにこう掘り始めて、なその栗木さんとかにこう教えてもらったドローイングって概念を3次元に持ってこれないかなっていう感じで、いろいろ試してました。はい。あ、こういう感じですね。こう、なんか、4つ、腕みたいなのとか足みたいなものが出てきて、地面に勝手にこう設置してくれて、なんかこう、生まれたての小鹿みたいな感じで、こう、浮き上がってくるような、感じが、なんか、生命っぽいなというか、物と実存と、みたいな。感じでした。はい。それで、はい。むさびに行きます。むさびに行きまして、むさびに行ったんですけど、1年で辞めてしまいまして、なんか、
まあ、こういう作品見ても分かる通り、なんかもう、身の回りのことでしかやりたくないなっていう感じになってきて、その、自分にとって正当性がないというか、正当じゃないような気がして、自分の身の回りのことだけで何か定義していきたいなっていうのが、この時に出てきて、まあそれは大体今まで結構続けるんですけど、まあ、それでどんどんこう、制作自体が個人的になってたというか、局所的って当時は言ってましたけど、そういう雰囲気になってきて、なんで、まあこういう還元されたような、これは本当洗濯バサミを上を接着剤でつけただけなんですけど、まあそういう制作になってって、もう大学もお金もったいなくていいし、いなくていいかな、みたいな感じになっちゃいまして、とりあえず大学1年で大学することになるんですけど、あとこれであるのはなんかその美術でよくこう、鑑賞者から聞く感想としてなんか、俺でもできるみたいなのがあるんですけど、あると思うんですけど、僕結構それが好きで、その、まあ、僕の制作も俺でもできるじゃんっていうレベルで全部やりたいなっていうのがあって、やっぱりこう、なんていうんですかね、近代的な技術感というか、その、超越的な技術を持った超絶技巧みたいなものは自分には必要ないかなっていう。価値観はあんまいらないかなっていうのは、この時からだんだんしっかりしてきて、っていう感じでした。これ2010年ですね。で、これ大学1年の時に、矢田で展示をしたんですけど、この時は、すごくこう、まあ、彫刻って、その、空間を作ることになったりするんですけど、まあそういう物質感とか彫刻感みたいなのを持ったまんま、その空間を作る。まあ今で言うとインスタレーションとかリューションみたいなものがやってるようなアプローチをできないかなということで、展示台と上にそのさっきのこういう作品のようなちっちゃいものがいっぱい載ってるんですけど、例えば展示空間でその、そこに来た人とか、その日の湿度とか、そういう不確定要素がたくさんあるじゃないですか。でこの展示の時自分で応募したんで、自分がずっと、展示板でいる状態だったんで、これはいいなと思って、その、比較的要素をできるだけこう、たくさん捉えたいなと思って、この上に載ってるものもいつでも置き換え可能なようにしといて、それでこのタイトルも一個ずつついてたんですけど、まあ、置き換え可能なような、こう、いつでもその瞬間瞬間で、まあ、そのさっき言った実存的な意味合いだと、もうその、永遠に今の瞬間はこう繰り返されないので、例えば一個の作品でも、その当時最長で20個ぐらい一個の作品にするタイトルがあったんですけど、もう形が、というか僕からの認識が変わっていくので、そういったものをこう捉えていくようなアプローチができるかなと思ってまして、まあ、そんな感じの展示でした。まあ、こういう、まあまあ、お皿にニスが、持ってるだけなんですけど、これちっちゃいのたくさん持ってて、でこれがタイトルだったんですけど、ちょっと意味はもうよくわからないですが、そのこれをまあ、時系列あんまなくて、同じタイトルが繰り返されたり、これを貼ったりつけたり常にずっとしながら展示が変わっていくっていう感じの展示でしたね。まあ、あと当時、まあ、こういうタイトルから分かるように、なんか、その、自動筆記っていう、シューレアリスムの、オートマーティスムですかね、みたいな感じのことも考えながら、それがすごい素直なアプローチの一個として、西洋の技術史の中にあったので、まあ、そういうところに、興味を持ちながら、という感じでした。で、そうですね。ムサビを中退しまして、その後、どうしようかなってなって、ちょっとアジアを旅してたんですけど、で、その間に2010年、11年の地震がありまして、原発事故とか、いろいろがあって、まあ、この作品は一個そういう時期の
すごく個人的には重要だなと思っている作品なんですけど、まあ、当時って、なんて言ったらいいんですかね、その、事故に対する反応っていうものを、こう、すべての芸術家が求められたような状態だったんじゃないかなと僕は思って、その、反応するっていう態度もあるし、反応しないっていう態度も、その態度としてこう扱われたような、雰囲気が当時あって、あったような気が僕はして、んで、僕は、その時に、マレーシアに確かいて、それで、情報もすごくこう、捜索してましたし、錯綜してましたし、特にアジアなんていろんな人がこう、特に、日本在住の外国人が一旦こう、避難してきて、それで、なんか、コミューンとかもできて、しばらくここに滞在できるよ、みたいな状況に僕がこう、旅行していた間にどんどん変わっていっちゃって。で、なんかこう、僕が気づいたら、その日本という自分の場所が、当たり前じゃなくて、こう、選択して帰るか帰らないかみたいな、っていう場所にこう、変わっちゃったんだな、みたいな、こう、考えがありまして。んで、まあ、結局帰ることにしたんですけど、帰ってきて、まあ、どうしようかな、ということで、あ、そういえばなんかあの時何食べてたかもな、と思って、その何を思い出して、粘土で作ってみたんですけど、まあ、これは紙粘土なんですけど、なんかそういう、なんて言ったんですかね、自分の立場みたいな、その社会的な状況と自分の状況と、まあ、芸術家として何ができるのか、自分の立場は何なのかなっていうところで、個人的な、一個の答えみたいなものが出たかなっていう感じの作品でした。はい。で、ここからちょっと間が開くんですけど、なんかその、昔はすごくこう尖ってたんで、技術そのものになりたいと思ってたんですけど、それはこう、なんか若かりし頃の、なんか挫折がありまして、なんかこう、同化することやっぱこう、不可能だったという感じがあって、で、なんかちょっと、精神的に参っちゃって、一回愛知に帰って、仕事をしてお金を貯めてたんですけど、その時に、時間がなかったんで、制作プランをこうたくさんメモ書きにしてたら、なんかそれがこう詩みたいな感じになってきて、でなんかこの時期からだいたい詩を書き始めたなぁと思ってて、まあ最近もいっぱいあるんですけど、まあ、なんて言ったらいいですかね。昔やってたドローイングみたいな、その、頭の整理というか、自由にこう心を遊ばせるようなアプローチは、割とこう詩でなくなってる感じですね。まあそんな感じで、お金を貯めて、ドイツにポッて行ってみたんですけど、2012年ですかね。ドイツにポッて行ってみて、まあ当時はヨーロッパの技術を全部見れるかなと思ったの。真ん中なんで、ドイツが。思ったんですけど、なんかこう、居心地がいいのと、やっぱドイツの人はまあ月並みな感想ですけど、ひねてないんですよ。ひねくれてなくて、技術に対して。それは、体重的に、何ですか？メインストリームと下がすごく近いからだと思うんですけど、すごくまあ素直に制作してて、まあ、それもいいなっていうのと、当時住んでた町の近くにヨンボックっていう、パフォーマンス系のアーティストの教授がいて、その人のところに会いに行ったら、じゃあおいでよってことになったんで、ちょっといたんですけど、学校に在籍したんですけど、まあ、あんまり折り合いがうまくいかなくて、で、正規の試験に受からなくて、で、一年、どうしようかなってまたなっちゃったんですけど、まあ、その時はもう日本に帰る気持ちもあんまなかったんで、じゃ、とりあえず一年ベルリンに行こうかなと思って、そのベルリンはビザ、滞在ビザがすごく楽なんで、一年ベルリンに住んでみようかなということで、ベルリンに行きました。はい。これベルリンの時の写真なんですけど、あ、そうだ。東京にいた時にたくさんパフォーマンスをしてたんですよ、僕は。で、そのパフォーマンスっていうのはなんか、なんですかね、大都市の雰囲気というか、まあ、当時はおのぼりさんとしてこう、行ったら、なんかその他人との距離がすごく新鮮だったというか、なんか隣で誰が何しててもあんま気にならない感じが面白くて、自分だけがこう、
エリアみたいな雰囲気でもいいんじゃないかな、みたいな感じで、地殻外芸術みたいなのを当時は名前を付けてたんですけど、なんか、そういう、地殻外で、その人々に気づかれなくても意味があるんじゃないかな、みたいなカオス理論みたいなのに基づいて、なんかお家の中とか、こう街中で人に気づかれないような感じで、なんかしてみるっていうことをたくさんやってて、で、ベルリンに行ってもやっぱりそういう気持ちにまたなってきて、で、その時、ムサビってここにいる人なんですけど、工藤さんというムサビの先輩がいて、彼は今ハンブルクで写真やってるんですけど、まあ、僕がパフォーマンスをして、彼が僕を撮ってくれるっていうのを、街中で、街中って言ってもここは、空港跡地なんですけど、まあ、なんかいろいろやってました。で、東京のパフォーマンスの時とか、あんまり、もう、記録することに意味がないと思ってたんで、まあ、あんま残ってないんですけど、ほんとちょっとだけ、ビデオがあったんで、あとちょっと見てみましょう。ほんと画質が悪いんで、一瞬だけなんですけど、わかりますかね？かなり、すごい画質悪いです。なんかこのパソコンで、これは、タイトルがラップティーンのミクロフォーインストゥルメントっていう作品なんですけど、はい。ミクロフォーインストゥルメントっていうのは、小杉武久っていう音楽家の人の作品で、はい、確かね、1963年かなのアンデパンダンテに、東京の、美術館、東京都美術館ですかね。で、出展されてた作品で、その、まあ、彼は音楽家なんで、でも当時アンデパンダンには絵画か彫刻家しか確かなくて、彫刻作品として、その自分が入る布をかけて、でもその中に自分が入って、なんかいろいろこうするみたいな作品だったんですけど、なんかそういう前衛の時代の一個大きなキーワードみたいなので、僕はすごい好きなの。永久拡販というキーワードがあって、まあ、なんかそれは、赤瀬川源平だったかなが書いてるんですけど、その、誰だっけ、なんでパンダンに出してた、中西夏雪？はい。はい。さんの、洗濯バサミの作品があって、で、それは壁に洗濯バサミとか、下に、なんか、その、作品としての洗濯バサミなのか、持ってっていいよみたいな洗濯バサミなのかがすごく曖昧で、そうすると、こう、人を、見に来た人が、こう、前の人に、こう、つけたりして、で、それがどんどん、こう、境目がなくなっていって、こう、街に広がっていくと。で、そうすると、その作品と街の、こう、境界線もなくなってしまって、何が作品で何が作品じゃないのかっていうのを、境界が、こう、曖昧になったまま、こう、どんどん、概念的に世界まで広がっていく。っていうのを、永久拡販。まあ、そのタイトルはなんか、洗濯バサミは拡販行動を主導するみたいなタイトルだったと思うんですけど、その拡販っていうものがそのもう、その時じゃなくて永久に概念的に拡販されているっていう状態っていうのが以降、日本のネオダガから僕が勉強したいい、キーワードなんじゃないかなと思って、で、その、中西ってなって、で小杉武久のこの作品もその東京都美術館でこう永久に概念的に再現されてるんじゃないかなという演奏されてるんじゃないかなという概念に基づいて別に誰がどこでっていうか誰がいつそれをまた再現してもいいんじゃないかな永久拡販に即した方なんじゃないかなというあれで、もう一回その楽器を自分で作って、同じ場所で再演してみた時のやつなんですけど、これは東京、芸大の小津くん、仲良しの小津くんが、ちょうど撮ってくれたので残ってるんですけど、まあ、当時確か東京美術館の改修工事中で入れなかったんで、その裏でやってる。で、まあ、すごく画像は悪いですが、なんかこう、そういうパフォーマンスでした。はい。これ
それは、状況的にはどういうことだったんですか？すいません。映像。トビの裏ですね。はい。それで、僕が布の中に入って、はい。まあ、そこには、ジッパーがいろいろついてて、はい、はい。手が出てきて、物をまた中に入れたりとか、で、その中で物を食べてまた出したりとか、そういったことが行われてるんですけど、で、それを、まあ、60年代に小杉さんが作品でやって、それをもう一度僕が、まあ、再現してみたっていうやつの記録が奇跡的に残ってたっていうことです。まあ、そんな感じで、その近く外に何か、投げてみるっていうことと、あとは永久核破みたいなキーワードがありました。で、ベルリンに行ったら、なんかやっぱり、もっと東京より楽に、何してても本当 OK みたいなのが気楽で、やってみようっていう感じでいろいろやってて、何してたかな、あんま覚えてないんですけど、写真はその工藤さんがベルリンの時でいっぱい撮ってくれたんで、残ってはいるんですけど、なんかいかんせん、その、僕自身が美術に対して結構、久しぶりだった感じもあって、なんか、リハビリっていうか、こう、距離感を測るみたいなフェーズが、長い、かったような感想が、自身にはあって、何が重要かな。そうですね。なんか、ベルリンってすごい面白い刺激的な街なんですけど、なんかすごくこう社会的で、すごくラディカルで、なんかそういうのに疲れちゃって、僕どうしてもなんかそういう雰囲気馴染めなくて、テクノとかハウスとか、あんまり好きになれなくて、それで、なんか、その反応してるだけで毎日が終わっちゃって、なんかそれに疲弊しちゃうというか、でその、ある種社会的な状況に対する、反応的に制作をしているとなんかすごいスノップな感じに思えちゃって、でさっき見せた何の作品ぐらいな素朴さが欲しいなと思って、自分の作品に対して、なんでそこからなんかそういう自分の位置みたいなのを大事にしたいなっていうことを割と反面教師的に考えるようになりました。はい、そうですね。あとベルリンに行った時、たくさんいろんな有名な芸術家と会わせてもらう機会が多かったんですけど、なんか個人的な印象として、こう、なんかサラリーマンみたいな人と、プロレスラーみたいな人しかいないなと思って、なんか、自分に対してはもっとこう、厳格に、もう絶対的なものを制作には求めたいなみたいな気概がだんだん強くなっていって、で、まあ、この時はでもそのリハビリ作業みたいなことしてたんですけど、まあ、これは、工藤さん、DJ もやってたんで、外で、音楽を流したりしてる時なんですけど、まあ、僕はあんまりテクノハウスとか好きじゃなかったんで、日本の80年代のテクノポップとかを流してました。はい、これは、ただ流してるだけっていうことですか？はい、そうです、ね。まあ、なんか、一日外でいろいろやろうっていう、すごい散漫なことをしてて、まああとベルリンの外に自転車で行ってみようとか、でそういうのをこう工藤さんがパフォーマンスとして記録してってくれたんですけど、その時もなんかすごく個人、なんていうんですかね、もう強い目的とか社会的なメッセージじゃなくて、すごく些細な、こう自分でこれは技術活動ですよってこう言わないと意味がないぐらいな、レベルのものを、なんか、その、不特定多数の、よくわからない、周りの、隣の人たちに向かって、なんか、こう、直接ぶつけるんじゃなくて、気づいたら隣にいます、ぐらいな。例えば、電車、普通に待ってて、電車来てみんな乗るんですけど、俺は乗らない、みたいな。一回、一駅に過ごす、みたいな。そう、そのぐらいの。でもなんか、この後、ハラルド・クリンゲルフラーっていう彫刻家が、もう一回だけ試験を受けてみたら、取ってくれて、
で、もう一回その前いた、ベビーの前にいたカールスルエって街にもう一回戻るんですけど、その時に、そのいう都市に住んでた時のこと、制作を思い、見返して、なんか結局、概念的な観測者みたいな人をまず前提に立てて、なんかやってたなと、だからお家の中とかでもできたかな、みたいなのがあったんで、それをなんかソフィー・カロみたいな、ちょっとなんていうんですか、エッチなというか、個人的な観測者みたいな。ソフィー・カロって、フランスかな、はい、はい。コンセプチュアルアーティストの方なんですけど、はいはい、まあ、そういうのがあって、ソフィー・カロがいたっていう作品を作りまして、で、それで一回こう、まとめというか、自分にとって一回まとめをしました。で、そうですね、飛ばします。タオルの作品です。ベビーの時に作ってた。はい、そうですね。それの、これ、繋がってくるんですけど、どこだったかな。いつだったかに、映画学校に昔行ってらした方がいて、脚本の書き方を教えてもらったんですよ。で、脚本にもか、という、あんま関わらず、フォーマットってやっぱ面白いなと思って、フォーマットがあればそこからこういつでも逸脱していけるし、その中心をそれが決めてくれるんで、なんかまあよく使うんですけど、まあ脚本フォーマットっていうものも、勉強して、で、ベルリンではその C 以外にも脚本を結構か、脚本フォーマットに基づいて何かを書いたりするようになって、で、これは、まあ、これがタイトルなんですけど、中身はこうなってて、まあ、ほとんど普通の数百枚の映画一本ぐらいの脚本で、言葉がなくて記号だけが書いてあるっていうやつで、中身は、その人々が、その見た人が設定してくださいみたいな感じの作品で。で、さっき言ったソフィー・カローがいた作品は、それを、ソフィー・カローを概念的にこう自分が召喚する儀式みたいなのを、まあ、すごく個人的なものを街の中でしますっていう脚本を書いて、それを自分でこう演じて、まあ、演じてって言っても誰も気づかないんですけど、まあそれを一日やって、で、それをこう、脚本フォーマットとして作品にした作品ですね。まあそういうのをたまにやります。はい。行きましょう。で、カールスレーにまた戻ってですね、でハラルド・クインゲルフはすごくこう、彫刻家なんですよ。デュッセルドルフの黄金期を過ごして、ポストミニマルなゴリゴリの人なんですけど、それでもう一回俺もちょっと、何て言ったんですか？教育的な美術というか、アウトサイダーな気持ちだったんで、そうじゃなくて、インサイドからもう一回、なんか美術をできるっていう状況が久しぶりだったんで、もう一回彫刻について考えようかな、みたいなのがありまして、もう一回物質とかそういう彫刻的な素材について考えてたんですけど、やっぱり、なんでしょうね。まあ、2000年代から彫刻を始めた身として、そのレディメイドって言われる、その生産されたものと、その過疎的な、例えば粘土とか木とか、そういったものの違いって僕はもうあんまないなと僕は思ってて、そのフラットにずっと使ってて、で、それはメディアとかも一緒なんじゃないかなと思ってて、まあ、レディメイドっていろんな、フォーカス的な概念があって、鑑賞者でも、一人一人定義が違うものだと思うんですけど、まあ僕はあんまりそれは重要視してなくて、まあ普通に、まあ、粘土も粘土のコンテクストがあるし、物も物もコンテクストがあるだろうということでやってるんですけど、まあこの作品が僕はすごく好きで、2015年ぐらいの作品で、この後ろの絵は関係なくて、これは山内さんっていう愛知出身の作家の人と一緒に展示した時のものですけど、この下ですね。これ、あと、トワミなんですけど、魚を捕まえる、投げて、魚を捕まえるやつが地面に投げられてるだけなんですけど、それによっ
でですね、こう、写真には写ってないんですけど、この端っこ、普通のサイドに、なんて、ここにつけてた、投げるための中心になる、紐が、端っこにもついてて、それによって、こう、つまり、魚じゃなくて、その投げた人の存在を、こう、捕まえている状態になっている、ラッキーなんですけど、まあ、それって、まあ、行為者である僕、っていうことなんですけど、それはなんか、こう、幽霊みたいな存在で、その、いない人間の存在を、作品として捉えている状態になって、それってすごく、こう、証明的というか、見に来た人はなんか、あ、よくわかんないなって言って、こう、通り過ぎるかもしれないけど、でも、この状況を見ることによって、その、いただあろうっていう、証明されている事実は、こう、意識せずとも、理解してるっていう。そうやってすごくこうなんか、絶対的なことのように思えて、そういう証明がいいんだな、みたいな、一個、大きい気づきみたいなのがあったときの、最近で、まあ、そういうのを続けてまして。これは鏡なんですけど、この説はもっとややこしいんで、ちょっと簡略化しますけど、まあ、この鏡を90度僕がこう、向きを変えてる作品なんですけど、そうですね、なんかそういう、こう鏡とかって、こうもう擦り倒されたというか、すごくいろいろ、いろんな想像を引き立てるような歴史の中で、そういう素材だと思うんですけど、まあそういうものを一回こう背負いたいなっていう欲求とかあって、では一個の答えとして、まあ、こういうものも作ったりしてます。これは、あれですね。匂いが出てる作品で、当時、照明、それに人の隣っていう、作品を作ろうと思って、なんかこう、人の手によって作られたイカの匂いが欲しかったんですよ。イカ？イカ。イカ。イカの匂い。で、どうしようかなと思って、日本にザーズ株式会社っていうなんかベンチャー企業って言って、ここは例えばスーパーの焼肉の販売とか、はい、その匂いを出すことによって、販売促進をしている機械を作っている会社があって、で、そこにプレゼンをして、作ってもらうことになったんですけど、結局イカの匂い、生産が僕がこう納得いくような形で結局できなくて、今度はしちゃったんですけど、でもなんかその、もうある匂い、でももう作られてる匂いでなんか殺菌できませんかねっていうことになって、でこれは彫刻家のアトリエで展示だったんで、なんかその中でこう木の匂いがなんとなくこう漂ってるようなものの、そのこの噴霧器ですね、これは。目が噴射されている。ちょっと見えにくいかもですけど。なんとなく、こう、その、雰囲気というか、場の歴史みたいなものを、普通に、これ作品ってことじゃなくて、なんとなく、感じ取れるようなものを演出できればなっていう。あ、それこそ、その、この機械の役目というか、のように、その、スーパーで、なんとなくお腹空いたな、みたいな。そういうエフェクトを狙った作品でした。で、あとなんか、ライトをいっぱい並べて、本当に なかったですけど、ライト並べて、でもそれが太陽光を発するライトで、すごいこう、おじいちゃんおばあちゃんが朝使うようなライトをこう並べたりとかする作品とかしてました。で、これは、また、山本ちゃんがここにいるんですけど、2016年に日本で3人で展示した時のやつで、これ3人はすごい仲良しで、みんな制作をしてて、でもなんかすごいこう感覚的な言葉でこう、どんどん話が膨らめるというか、それって何なんだろうなということで、そういうものでどんどんこう話を進めてったら、なんか一個のこう座標みたいなものが生まれるんです。というか、設定できるんじゃないかなっていう展示でした。で、それの中心になったビデオの作品なんですけど、ちょっと見てみましょうかね。
当にね、書くときはこうやって書いてるから、はいはい、その、実験みたいな感じ。私はずっと思ったことあったから、思ったことない人の感じに見たことなかったわ。そうだね。この距離だね。うん、そう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 。一人近いわ。もうこんぐらい。なんか。まあ、何だったの？何て言ったらいいですか？ぼんやりした会話をいっぱいこう集積、集めて、そこでこう何が起きてるかっていうのを、なんとなく視覚的にというか、ビデオにできたら、だなと思ってたような気がするんですけど、ちょっと森本ちゃんにもう一回聞いてみましょうか。その時のことを。ちょっと、補足的に。なんかこの時のこのビデオの、なんか発端はなんかこう、発端っていうかなんかその、お互いを、の、なんかこの時なんかその、ひざいくんはドイツに行ったりとかして、それぞれ最近何作ってるか知らなくって、で、それでなんかそれをこう、向き合ってなんか、まあ褒めたたえるみたいなことを、なんか表彰しようよみたいなことを最初に言ってて、でなんかそこから始まっての、なんかこの映像を撮ろうみたいなので、でさっき言ってたなんかその、なんて言うんですかね、それをやってみたら、とかそのやり始める前の段階で、なんかその、でもそもそもなんか、こう、この三人で、まあ、例えばこの三人で話してると、なんかこう、分かり合えることが多いというか、なんかそんなにしっかりこう、確信を、なんかこう、解き明かしたわけでもないのに、なんか大体その感じ、分かるな、みたいなとかっていうふうになることがすごく多いっていうところから、なんかその、多分その表彰し合おうみたいにもなって、さっき言ってたその座標っていうのこととか、なんかその共感みたいなことも、なんかその、その面から出てきてたのかなっていう感じで、もうちょっと、そんな感じですかね。私の、はい、感じてた感じは。ありがとう。はい。そう、なんかこれ、この動画の中では3人のお互いの作品を持ってきて、で、それを、こう、公表というか、品評し合ってる。ね。はい。そうですね。あ、まあ、僕の方だと、その、2015年ぐらいに、もう一回デュシャンについてもう一回考えようかなっていうことで、結構がっつり、勉強した時期があって、で、そこで、面白いなって思ったの。そうですね。晩年の、インタビューで、もうその、何ですか？沈黙の時期の後というか、なんか最近何してるのみたいな、あれで、まあでも制作するより、こう、呼吸してる方が全然楽しいよね、って言って。そんで、こう、まあ何ですか、デュシャンキッズというか、として、それをやっぱりこう超えていかないといけないんじゃないかなっていうのは、その、なんていうんですか？その、沈黙の時間とか人生自体をある程度技術として、こう転換した稀有な例としての彼が言ってる呼吸ってすごく大きいものなんじゃないかなと思って、でも特に何も見つかんないなと思って、自分の呼吸音を録音した作品とか作ったんですけど、っていうのと、なんだったかな。あと、その、死んだ後に、内縁の、最後の内縁の妻みたいな人が、名前忘れちゃう、違う芸術家に手紙を書いてて、なんだっけ。まあ、デュシャン自体はあまり物を持つ人じゃなかったけど、まあ、その、形見というか、物を
こう渡したいので、もしよかったら、トレーナーをもらってくれませんかって書いてたんですけど、そのトレーナーが持つ意味というか、なんていうんですか、すごく理想的な形だなと思って、そのトレーナーが。なんていうかな。まあなんかすごい印象深いものがあって、で、あとやっぱり、なんか概念芸術みたいなもの、やっぱこういう作品作ってよく言われるんですけど、なんか鑑賞の仕方が未だにこう結構パキッと分かれてるような感じがして、例えば近代の絵画ですとか、そういったものをまずこう見るときって、まあ美しいか美しくないかで判断する人が多いと思うんですよね。自分にとって。それってグラデーション的な思考じゃないですか。だまず展示場所に入ってきて、この作品が、こういう、美しいか美しくないかで判断できる作品かどうかを見分ける。そうじゃないとなると、意図を知りたいです。その作品の、そのつまり、制作者の意図を知りたい。で、それを知って、いいコンセプトだね、良くないコンセプトだね、みたいな、ものを、こう判断すると。それって白黒的な思考じゃないですか。理解できるできないとか、そういった、フェーズになってくると。だけど、って言ったらですかね、例えば日本の概念派なり、あの辺ってめちゃくちゃオカルトというか、なんかそういうグラデーション的なというか、ぼんやりしたものもコンセプト的な鑑賞に入れるはずだというのがあって、で、そういうのの一個の試みとして、まあこういうものも、こういう作品もあったかなと思ってて、で最近結構そういう、なんていうんですかね、理論立てみたいなものが実践としてできそうな感じがだんだん固まってきているところなんで、まあこれからちょっとそういう方法が分かりやすい形で出せるかなと思ってます。はい。まず先に進みましょう。はい。これは2017の耐えている人っていう作品なんですけど、まあ人がこうなって、壁をこう押してるのか、なんかもしくは、なんかこう処刑される前とか、そういう形になってるみたいな、そういうダブルミーニング的な形になった状態で人がいる。これは僕は別にインスタレーションとかパフォーマンスとしてっていうよりは、割と彫刻作品としてこういうものを出したくて、その発端は、レームブルックっていうドイツの彫刻家の、愛知にもあると思うんですけど、なんだっけ、渦折れる人っていう作品があって、こう、横になってる形なんですけど、そこで重要と思ったのは、その彫刻として、この、レンブルクのこの、中の、お腹と背中のライン、背中のラインはすごく角張ってて、でそれはこの、外からの重圧を示していると。で、この中の形はすごく柔らかくて、それは、個人が守ってる、こう、精神性を表していると。まあそれは戦争のモニュメントみたいな形で作られている作品だと思うんですけど、まあそういう、何ですか、近代のもの、心理みたいなものと、容疑性みたいなものっていうのを一個、もう一回肯定的に捉えたいなと思って、っていうのと、あと、この辺の時になんかすごい、やばい人間と関わることが、機会があって、ちょっと自分の中で人間としての、なんですか、概念がちょっとブレたというか、あ、こういう人間もいるんだな、みたいな。で、反面教師的に、僕も、あ、ずっと人間になりたいなと思って制作してたけど、意外と人間だったな、僕も、みたいな。なんか、反面教師的に、こう、身体と心の、こう、統合が取れてきたというか。何があったんだ、どういう人に出会った。まあまあ、それは、そうですね。ああすごい面白いです。すごい経験だったんですけど。まあそういうことで、例えば、今って、どんな素材を暫定的に、例えば人間ももう、もっと暫定的に昔より、昔のその理性っていうものが前提にあった問題とかより、もっと暫定的に素材として捉えれるんじゃないかなということで、人間っていうもの、身体自身も、仮想的な素材として、彫刻的素材として扱えるんじゃないかな、ということで、まあ、こういう作品になった感じですね。んで、まあ、ここで面白かったのは、なんか、こう、見に来た人が、すごいひそひそ声で喋ってて、
なんか、その、教会みたいな雰囲気というか、やっぱりその、例えばレインブルクの作品の前で人々声では喋らないじゃないですか。それは、やっぱ生の人間だから、が、ここにいるから、こう、なんかエフェクトが、違うエフェクトが起きてるんだな、っていう感じで、よりなんか神聖なものみたいなのを、こう、鑑賞者自体、自身が、こう、場所をこう、作り上げてる感じが、して、まあ、それはなかなか興味深いってことだったなと思いました。はい。で、あ、そうだ。さっきちょろっと説明したんですけど、音声の作品もたくさん作ってて、これは、なんか、ここにスピーカーがあって、正方形の部屋があって、その地下室の展示場所があったんで、そこで音声だけ流してた作品なんですけど、ちょっと聞いてみましょう。Interesting images. あ、ちっちゃいかな。はい。あ、本当。これは Google Translation が読み上げている文章を録音して作品にしてるんですけど、そういう作品は結構いっぱいあって、で、この作品の場合は、なんか、面白い、日本語に訳すと、面白い映像、面白い立体、少しの暗喩、批判性、部屋をうまく使ってっていう文章がこう、音として繰り返されてるんですけど、まあ、なんか、特にヨーロッパだと日本よりもっとオルタナティブスペースを使うことが多くて、部屋の入れ替え時期とか、なんかそういう、とか、これは昔のドイツの鉄道の、食堂だったんですかね。なんかそういう、機会がたくさんあって、でもそうするとそれ場所性とか歴史性とか、とつなげることで、なんかその展示の意義とかをよく作り出そうとしてるんですけど、でも実際そういうものってこうなんかもうコンテクストのになり得なかったものみたいな、そういうノイズがたくさん多いと思って、なんかそういううんざりだな、みたいなので、そういう、そのコンテクストのなり損ないみたいなのを集めようかな、みたいな、作品とかを作ってたんですけど、まあこのさっき説明した面白い映像立体とか言ってるのはなんかその、何ですか、そのアートワールドの説明というか、になってるのかなと思うんですけど、まあでもそれを茶化す意味合いプラス、こう肯定的にこう あくまで説明みたいな感じで、っていう作品だと思うんですけど、まああとは、一回これも、Now, nothing is reflected in my eyes. これはさっき言ったドゥシャンと近いかもしれないですけど、まあ、訳すと、今、私の目の中では何も反射していませんっていう、文章が、これはグループ展の中でこう、天井からヘッドホン一本置いてて、それをこう、聞く状態みたいな仕掛けになってて、なんかこう、いろいろある中で、今こう、言うと、まあ、まぶたの裏ではまばたきができないっていうタイトルだったんですけど、まあなんか、なんですかね。まあちょっと、視覚的な情報がないと説明しづらいんですけど、それを用意できなくて。そうですね。でも Google Translation を使うのか、自分の音を使うことが多いんですけど、僕はそれもあんまり重要じゃないかなというか、まだあんま答えができなくて、その、記号っていうものはいつもこう、なんか、寄付が必要。例えば、文字とか、画面とか、音声とか、っていうものが必要かな、と思ってて。で、その寄付選びが大事なんですけど、そこに、でもそこばっかりにこう、囚われてても何もできないかな、みたいな感じで、そういった問題意識から出てきたのが、皆さんの、左手。にある作品につながっているのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと後で説明します。この写真の作品ですね。名前が書いてあるやつです。はい。この辺は最近作っている作品か。最近作っている作品はまたタオルを使ったりしてます。なんか、こういう、なんかノスタルジーな雰囲気がどうしても物を使うと出てきちゃうなっていうのは面白くて、消費が激しい、例えばこうタオルとかで、どんだけ新しい製品持ってきても、自動的になんか70年代、80年代の香りがしてくるんですよね。
なんかそういうのも興味が、やっぱ面白いなと思いながら作ってて。まあこんな感じですね。まあ、写真と、音とみたいな。ちょっとややこしいんですけど。あ、まあとりあえずこんなことやってます。で、これからは、今展示の説明をしようかなと思うんですけど。じゃあ、これは今皆さんの左手にかかっている作品の写真なんですけど、これ秋葉先生にすごくわかりやすく文章を書いていただいたんですけど、まあ、まず、僕がいろんなデバイスで、パソコンとか携帯とかで、ミュージック任意のところを止めて、で、その、映ってる人と、その画面の大きさをこう測って、その大きさ、その人の体の大きさ、画面に映ってる体の大きさと、どこで、どういう画面で、いつ見たかというものが書いてあって、その紙を写真に撮ったものです。で、様々な大きさを持つ佐藤真嗣なり、角立健吾なり、ってなってるんですけど、そうですね。発端としては、レオ・レオーニっていう、絵本作家がいて、スイミーでしたっけ？スイミーってみんな知ってると思うんですけど、あれを書いた人が、一冊、平行植物っていう、こう、なんていうんですか、大人向けというか、小説というか、SF 植物図鑑みたいなの書いてて、その中で、まあ、50年前ぐらいの本なんで、いつから私たちは、テレビの向こうの、エルビス・プレスリーを、普通の大きさの人間として、知覚するようになったのか、ということが書いてあって、で、それって、別に何も解消されてないとか、今日に至るまで解消されてない問い、だなと思うんですけど、まあ、そういったものを、すごく、こう、愚直なやり方でというか、記録したもので、ああ、この人は、片方は、フィッシュマンズっていう、僕が高校の時すごい好きだった、ボーカルで、もう死んじゃってるんですけど、で、片方は最近、また、ですか今、すごく、若者の間で有名になってきているインディーズバンドの、ルギーニューウェーブっていう人の、ルギーニューウェーブスっていうバンドのボーカルなんですけど、まあ、すごく個人的な、理由で、二人は選出してて、まあ、片方は死んでて片方は生きてるんですけど、まあ、ポップスターみたいな、ポップをやってる二人。これ、まず、紙だけの作品だったんですよ。んで、それが、この情報だけだとわかんないんですけど、まあ、30枚ぐらい作って、間に、何ですか？比較することによって、このルールがだんだんわかってくるようになってて、1枚だけだと成立しないっていうのも、なかなか面白いなと思ってたんですけど、さっき言った希望が、肌が必要っていうことで、でどうしようかなって言われて、でもこう、技術作品としてしたかったんで、ちょっとわざと芸術家っぽい作品を使って、木炭紙にこう書いて自分のサインとかもしてみたんですけど、なんか違うなっていうのがあって、ちょっと半年ぐらい置いといたんですけど、置いといたのかな？あ、数ヶ月ぐらい置いといたんですけど、その後それをもう一回、こう写真っていう半素材的というか、半分素材というか、半メディア半素材みたいな雰囲気にこう、もう一回メディアの方にこう、返すっていうプロセスを入れてみようかなっていうことになって、で、こうやってみた感じですね。この印刷が結構手間取って、最終的に、ドイツのケルン、有名、知らない人はすごいこう、ヨーロッパ一とされてる、印刷チームがあって、カンディダ・ヘイファーって写真家とかが注文してるとこなんですけど、そこに頼んで、元の素材っぽい、表面ですか。で、ちょっとでかい感じで、なんか中間みたいなのが欲しかったんで、っていうのをやって、割といい感じの、表面になったんじゃないかと思ってて。まあなんかそういう中間状態みたいなのが出したかなと思って、まあ、存在論的な、
作品というか、テーマですかね。そんで、そっちの、あれがちょっとよくわかんないんですけど、なんかこの写真の時は、ロール紙の向きが僕が思ってたのとちょっと逆になっちゃって、本当はロール紙ってこうだと思うんですけど、こういう感じになって、でそれをこう、四隅に止めたら、なんかこう、ブラウン管みたいな、こうボワンって盛り上がりになって、なんか見た人は、それも偶然的にというか、理解して、あ、ブラウン管を意識したのかな、みたいな。ああ。でもブラウン管っぽくなってる方ですね、こっちも。回ってある方的には。なんかそういう画面というか、はい。はいはい。逆の、あれなんだ、こう、バンってなってて、まあ、それも、こう、そうしてというか、なんかみんな、よく違和感で気づいてくれたような感じでした。こんなもんで、こっちはいいっすかね。はい。そうっすね。まあ、うん。なんだろうな。ちょっと最近の作品なんで、抽象的な言葉がどうしても多くなっちゃうんですけど、まあ、こういう中間的な状態みたいなものが投げれたらなぁと。ですかね。そうだな。そうですね。とりあえず次に行きましょう。で数読の作品は、4点分で。かかってるな。多分ここも今、画面が映ってるあたりに本当は2個かかってるはずだと思うんですけど、これは、これも秋葉先生がとてもわかりやすく書いていただいたんですけど、ルールに従ったり従わなかったりして、通読をこう解いてるっていうだけなんですけど、なんか当時こう、さっき言ったようにちょっと弱ってる時期に、ニュースがすごい助けてくれるというか、一種、こう、セラピー的になんか、別に、どっちでもこれでいいって肯定できるようなもの。なんか、ビーズってそういう強い力があるんで、僕が弱っているというか、それにこう頼ったりするんですけど、まあ、だから、ルールに従ったりしなくて、どっちでもいいし、どっちでも、作品になると。なんか、そういう、力みたいなのが作品自体にこう、なるというか、そうですね。これでいいのだっていうことを、こう、言えるような、すごく肯定的な力を、作品の方からも、跳ね返ってくる感じというか、いう作品ですかね。まあ、この見栄えってすごく、コンセプチュアルアートっぽいというか、なんか、紙切れとよくわかんない記号とサインとみたいな感じなんですけど、まあそれも含めて楽しんでもらえたらいいかなと思って、そんな裏とか表とかでもないし、そういう雰囲気も受け取ってもらえたらなと思ってます。聞き取れない。すごく単純なことで、はい。マス目に数字が全部入っているものがあったと私は思っていて。はい、はい。で、今回来て実際に見たらなかったので。ああ、そういうことですね。はい。それで、あれ何か、輪郭を見たかなと思って。そういうことですね。はい。正確な記述をしてしまいましたね。あ、実際、秋葉先生にその全部解いたやつも送ったかもしれません。そう、そう、あ、書いて、確認してください。それだけちょっとはいはいはい。いえいえいえ。つまり、まあ、数読っていうのは、まあ、普段はみんな、知的なゲームを楽しみとして使うだけなんで、やっぱりその、ゴールとして全部解くっていう、間違えないで全部解くっていうものが一番重要じゃないですか。なんで、別にこれが解かれてなくても、多分念頭にはそれがあると思うんですよね。だから、ここはすごく、なんですか？別に何も、僕は。大丈夫です。ありがとうございます。はい。とても面白いだろうなと思います。で、前もっといっぱい量を書くときは、ちゃんと解いてるやつとかもあったんですけど、その作品単位で言うと、それはあまりこう重要じゃないというか、それともう一つ、そのルールに従って数字を入れていくのか、ルールっていうものを全く放棄して、数字じゃないものを書き入れたりとか、はい。そういうバリエーションがあると思うんですけど、そのバリエーション自体にあんまりこう、僕は大きく置いてない。はい。わかりました。ありがとうございます。すみません。いえいえ、ありがとうございます。
はい、そんな感じですかね。まあ、だから、裏も表もなくて、バリエーションにもあんまり意味もなくて、そういう、なんか、漠然としたポジティブな力が雰囲気だけ伝わればという感じですかね。まあ、いくら、その、ややこしいことを解読しようとしても、この、画面の上では何もないので、いう感じですかね。じゃあ、あと二つは、この画面の、どちらこっちかなに、本当は、一個、ビデオの作品があるはずで。はい、それは、森本直人と二人で今回は作ったんですけど、じゃあ、流しながら、森本の解説を聞こうか。なんかこの会場を、言葉とパルルと2会場で発表することになったよっていうふうに水谷君から聞いて、でなんかパルルで何かやるんだけど、なんか一緒にやるみたいな感じで、声かけてくれて、なんかやろうみたいななったんですけど、なんかこう、今その興味あることとかを、とりあえずなんかちょっと話してて、なんかこう、まあ、なんかその二人でなんかやるってなった時に、まあなんか、まあ一方はドイツに住んでて、まあ一方は日本の愛知県に住んでてとか、まあなんかこう、なんですかね、それぞれはそれぞれとして生きてるときは、なんかこう比較とかしなければ、なんかそれはとかそれっていう感じだと思うんですけど、なんかまあ、並べるとなんていうかこう、共通点があったり、差異があったり、その、比較みたいな、なんかそういうことになるとこう、なんていうんですかね、面白みのような、まあなんかこう、まあなんかそういうものを、まあ、あるかもね、みたいなことを、まあ、半分、話半分に、みたいな感じで、まあ、言ってて、で、まあ、それに加えて、なんか、これを作ろうっていう話をしてたときに、なんかこう、あとなんか、サラダに最近興味があるみたいなことを、私が言い出して、なんか、じゃあ、それ、じゃあサラダにしようみたいな感じで、こう、みたいにこうなって、まあ、そこで、なんか、深く、書くっていうんじゃないんですけど、まあなんかこう、ゴール地点とか、なんかそれで何かを示そうみたいなことではなく、まあとりあえず、お互いに、サラダ作るときに、とりあえずその、まあ1サラダにつき、5枚とかぐらい、なんか適当に、まあ写真を撮っておいて、まあ共有して、最終的にはこう一緒にして、映像で流そうみたいな感じになってて、本当に前もって決まってたことってそれぐらいで、まあ、本当に私はだからサラダを、あんまり何も考えずサラダ作るために写真を撮ってただ上げてただけの人で、だから映像の編集とかも、すべて水谷くん。なので、なんか私、本当サラダ作ってた人って感じですね。それ自体はなんか、ただサラダ作ってたっていう、ことがなんか、自分が、そうですね。まあそんな感じで。じゃそれを投げたらこうなったというか。そうですね。割とそういう感覚が近くて、でもなんかこういう感じになるだろうなっていう予測っていうか、っていうのは自分でもなんか、分かってたというか、ある程度なんか、予想してた感じになってて、そういうことに関して打ち合わせとかはそんなにはしてないんですけど、そんな感じです。はい、ね。まあそういう作品なんですけど。まあ、なんだったっけな。あとなんかそういう話ししたときにあったのは、なんか僕は、なんだったかな。こう、違う場所にいて、差異ばっかりが見つかるのが旅行で、で、なんか、共通点が見つかるのが滞在で、で、そういった両方が何も気にならなくなったのがもうその場所の人っ
ていうか、こんなところに住んでなんかよく思うんですけど、今僕もドイツに住んで長いんですけど、まあお家で料理を作ると割と和食が多くなったり、で、例えば、ルーツとか社会的なことを言うと、まあ私は日本人でこういう問題意識を持ってて、とかになるけど、そうじゃなくて、もっとすごく中途半端な状態で普段いるわけで、で、そちらがまあ一人一人いるわけですけど、なんかそういう差異とか共通点ででもこう、同時に起こって、同時に存在してるんじゃないかっていうことがあるんで、まあ、そういった両方を、ポンって出せるじゃないですか、ね。で、だから、この、まあ、ぼーっと見てれば、二人の人間が違う場所で料理してるんだろうなってことがなんとなくわかると思うんですけど、まあ、そこで共通点が見つかったり、差異が見つかったりすると思うんですよ。うん、っていう、感じになればいいかなって思いましたね。で、まあ、僕も、森本も、ちょうど二人暮らしを、しているんで、で、両方多分料理担当なんで、日々のサラダを記録していましたっていう感じで。まあでも、あんまりディスカッションがなかったのは、あれだけど、その、もう十分というか、多分、お互いに、頭の中にある面が一緒だったと思うんで、必要がないっていうかね、感じだったな、と思いますけど、どうでしょう。大体、そうだと思う。なんか、多分、この、さっき話したことが、まあ、ほとんど、まあ、すでてというか、まあ、そう、こう、これみたいな、こうなるっていうことが、以上のことは別に、ある意味なくて、でその状態をまあ、まあ、よしっていうかまあ、目指したって感じではあったのかなと思ってて。そうね。うん、これを。あ、はい。ごめんなさい。これを、なんかその、木間先生がこう書いてくださった文章を読んだ時とかに、なんかこう、やっぱこれ単体じゃなくて、そういうことなんかこう、その麻雀の作品とか、なんかそういうのを見たりした後とか、まあ、なんか一緒にこう見れると、なんかなんとなくこれをぼんやり眺めるみたいなことも、なんかしやすいっていうか、そうですよ、みたいな感じというか、なんか、なんか同じ感じの空気、同じ感じのまあ、テンションというか、もう作品になったのかなって気がして、なんかこう、しっくりは来ました。そうっすね。そうっすね。感じますけど。まあ、そうだね。その、複数人というか、まあそういう、2年前にやったような、その、なんていうんですか、あまりに共有しているものが多すぎる。とかと、これ作ると、やっぱりメリットとして、こう、なんか暫定的に、すぐ、こう、実践というか、形に持っていけるのが、やっぱ、一人とは違うなと思ってて。で、まず、アウトプットというか、言葉にしたりすると、まあ、ズレはもちろんあるけれども、多分、こう、なんですか、目指しているところは同じだろうっていう、前提というか、ある種の確信みたいな状態で進められる。なんか、そういうのは面白いなと。思いました。はい。僕は結構満足してる。あれですかね。まあ、動画編集って言っても、これスライドショーにしただけなんで、すごい単純なものなんですけど。まあなんか、そうだね。パルルが、この飲食スペースなんですかっていうことも踏まえて、はい、なんか、ぼんやりこう頭に入ってくる感じで、鑑賞してもらえたらいいかなと思ってます。はい。で、あと今回の展示はですね、なんか、こっちで作っててもどうしてもこう、やっぱり、日本語を結構重きを置いてるところもあるし、その感覚的なものを重要に、扱いたいと思うことが多いんで、やっぱ日本語じゃないとどうしても伝わらないかな、みたいな、そういうところが出てくる場合があって、で、そういったものがある程度溜まったんで、今回ちょっとそういうのを集めて日本で見せたいなと思ったのが展示の動機で、
それで他にも今年中に2回ぐらい帰らないといけないかなみたいな時があって、ちょっと難しい、金銭的に難しいなっていうのがあったんですけど、その鳩場は行ったことがあるんで、だいたいもうプランが頭の中に強く作れたのと、あとまあ、さっき説明してきたように、森本のその、なんていうか、ある程度信頼してるんで、まあ、そういう形もあって、今回こういうのに、現場に行かず、演じる形になりました。はい。そんで、麻雀の作品は、2016年に家族で麻雀したのを、録音したものを、もう、編集しようと思ってたんですけど、まあもう、あまりに完成されてたんで、まあもう何もなし、まあまあ、っていう感じの作品なんですけど、そうっすね。特に、こう、これを知ってほしいっていうよりは、まあいろんなことを感じてもらったらいいかなと思います。うん、思いますね。で、まあちょっと時間なくて説明しも、できなかったんですけど、何ですか？そういうゲームについては結構何回か作品してて、よく使いますね。あ、じゃあ、ここだけ、最後に、参考として、こういう。I don't know if Mama was right or if it's Lieutenant Dan. I don't know if we each have a destiny or if we're all just floating around accidental like on a breeze. But I think maybe it's both. Maybe both that happened and got the same time. みたいな。これ作品もあるんですけど、まあ、これフォレストガンプですね。フォレストガンプの最後のシーンで、なん僕たちは、こう、風に乗って漂っているだけなのか、運命があるのか、みたいな。それがきっと両方同時に起こってるんだ、みたいなことを言ってるんですけど、それと、まあ、麻雀のシーンが、こう、延々と繰り返されている動画なんですけど、まあ、なんか、さっきのデュシャンと繋げると、デュシャンはまあチェスの、すごく強いプレイヤーで、すごく興味を持ってずっとやってて、まあ、卓上でこう、機械を作るようなものだって言ってたんですけど、まあ、デュシャンって、デュシャンね、チェスっていうのは将棋とかと一緒のように、こう、完全情報ゲームって言われる、実力と先手後手で、こう、が物を言うゲームなんですけど、それに対して、ポーカーとか、カードゲームとか、麻雀とか、隠れた情報があるゲームっていうのは、運が関わってきて、それはプレイヤーとしての人間というブラックボックスみたいなものと、そういう、もう一つの、制御できない。で、期待値によってプレイしていくことになるんですけど、そういう二つの要素が、完全情報ゲームに対してもう一個要素が加わっているというので、より現代的で、より人間のその、高度、なんかレベルが高いというか、もう一個先に進んだ、象徴として、そういう深み情報ゲームっていうのはあるんじゃないかっていう、この、僕の意見なんですけどね。はい。そういう感じでよく、麻雀とかポーカーをたびたび、あれにします。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。それで一通りでしょうか。あ、エアカツ方面の話は？ああ、そうでしたね。ああ、そういえば、そうですね。あれは、エアカツ方面っていうハワイの音楽家の人がいるんですけど、ベイパーウェーブっていうちっちゃい音楽のネット上のムーブメントが2012年ぐらいになって、僕すごいあれが面白いなと思って、見てるんですけど、まあ、ちょっと説明、まあ、ややこしいんですけど、まあその、トレントとか、例えば違法の、なんですか？ダウンロードで、ネット上にゴミみたいなものがたくさんあるんですね。それを持ってきて、例えばスーパーの BGM とか、
なんかよくわかんない昔のビデオとか、そういったものをこう切って、ちょっとこう、音を遅らせたりして、音楽にしてるっていうのが、うわーって溢れた時があって。で、それは、例えば Windows 90とか、あのイルカのキャラクターとか、Nintendo とか、昔の64とか、なんかそういったものが、ネット黎明期とか、あとはヤッピー文化とか、なんかそういったものが、割とアイコンとして使われてて、でその中で、あの、間違ってか、もう今、翻訳されましたみたいな、間違った日本語がすごく、象徴的に扱われてて、で、ヘアカット4メモはほとんどの曲のタイトルで日本語を使ってるんですけど、その、ヴェーパーウェーブの重要な点で言うと、ノスタルジーですね、対抗主義なんですよ。で、なんか、長いこと、なんで、なんか、追ってきて、最近気づいたんですけど、その、心理みたいなものが、こう、立ち行かなくなったというか、ある程度のその、ポストモダンの始まりみたいな時期と、そういったものとか、まあ、ポップとかとつなげられるかもしれないですけど、そういったものと、から、要素を抽出してきて、さらにそれを自分の曲にするっていうことで、その心理的なものをそこからまた再生産してるわけですよ。それっていうのはなんか一個の仕様、アウフヘーベンというか、そっから新しい心理的な何か私学みたいなものをこう打ち立てようとしているというか、そういうあれがあるんで、つまり出典がいつもその、解雇主義的なその時代のものになるわけで、で、それがベイパーウェーブ、再生産される、条件として、真理、美学っていうわけで、だから美学っていうものがベイパーウェーブの中ではすごく重要なキーワードになってるんじゃないかなってことで、で、なんかそれってすごい、単純に僕が新鮮だったというか、面白いなって。で、もう一人、もう一つ、日本語として、日本人では絶対にこう、できない、壊し方というか、逸脱の仕方。というものが、その、日本でどういった、ものに変容するのかっていう興味というか、っていうのもあって、で今回、その、ヘアカツ方面を、のものを、タイトルを、スライドショーに渡してみたんですけど、まあその麻雀の、合わせて、その、ちょっと時間は長めにしてるんで、ちょっと物っぽく見えるようにというか、スライドショーが流れていく時間遅めなんで、全部はちょっと見れないかもしれないですけど、まあなんか、まあ単純にベーパーウェブとかに興味を持っていただければ、というか、はい。そういう世界もありますっていう感じで、はい。でした。ちょっとじゃあ、なんか質問とか、はい、そういったものを、受け付けてみたりとかしても大丈夫ですか？はい、もしありましたらどうぞ。質問とか何かあれば、今かなり、細かく解説してくれたというかと思うんですけども。はい、聞きたいことっていうのはすごく面白かったですよ、お話。うん。なんか、作品もすごく面白いですし、最初になんか素直さっていうのを聞いたときに、その話は初めて聞いたような気がするので、すごくいろんなことが理解できたような気がしました。あ、ありがとうございます。で、なんか途中で、なんか聞こうと思ってたことはなんかちょっと聞いちゃったこともあるんですけど、なんか水谷さんの中で、ものを作るということと、あ、別に難しい話じゃないですよ。なんか仕組みを作って、なんかこう、動かしていくとか、どんどん変化するような構造を作っていくのが好きなのかなと思って、話を聞いてたんですね。物を作るっていうよりも、枠組みだったりなんか、構造だとかを作ってそれが変化していくように、工夫してるのかなっていう気がしたんですね。ちょっとなんか、抽象的な言い方で申し訳ないんですけど、まあ、聞いてました。で、で、だからなんか、いろんなのがあったんで、それぞれ面白かったんですけど、一個だけ
質問、最後のところで、美学っていう言葉が出てきたので、それについてお聞きしたいんですけど、僕、美学が専門って言われてるんですけど、美学って何ですかって聞かれた時に説明するのがすごく難しくて、ちゃんと説明できたことがないんですけど、なんか先ほどの説明すごくかっこよかったんで、もう一回行きます。どこで言いましたっけ？そのデーパーウェーブのところで、心理をもう一度作り直すっていうか、そのことと関連させて美学って説明していただいたような気がしたんですけど、それもう一回言っていただけるとすごく嬉しいです。僕もでもその美学っていうものはすごく大事だと思ってるんですけど、例えば最近の、その、社会的な意義が強くなったことだと、美学っていうものが邪魔者として扱われてるっていう状況もありますよね。でもその中で割と僕は立場として、やっぱりそういうものは重要だと思ってて、でも、それが、その、順列をつけるためだとか、その、これが良くてこれが悪いってするために、必要な要素とは僕は考えてなくて、なんかもっと、僕の中では妥当性みたいなものがあるんですけど、でもそれは別にこう絶対的に正しいものであって、なんかぼんやりとした、その捉える力のものとして捉えてるんですけど、で、ベイパーウェーブで重要だったのは、その、すごく彼らは遊び的にというか、悪意を持ってというか、結構そういうトップなやり方で、アプローチをしているんですけど、そこで美学というか心理が重要、すごく面白いなと思って、そういうポップとか、なんですか、ポストモダンとか、いわゆるこう、ニヒルな態度みたいなものじゃなくて、逆にそこから新しい私学を、医学を打ち立てるっていうのが一個こうシステムとして出来上がってるっていうのがすごく新鮮な例だったんですよね。で、そういったものを可能性みたいなのをちょっと感じてるんで、僕らも政策の点においてもそういうことができるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、ちょっと答えが長かったです。はい、ありがとうございます。実際の展示を見て思ったことは、はい、結構スライドショーにマテリアリティがやっぱりあって、そうですね。多分壁面とかの感じかもしれないですけど、すごい物質感のあるスライドショーなんですね。はい、ご覧になってもちろんないと思うんですけど、それはすごく面白かったです。単純にスライドが、透明な感じで言葉が流れているというよりも、すごく重いとか厚みのある、ちょっと厚みのある感じのスライドショーになってるなと思って見てます。すごい嬉しいです。それは割と僕は意図的によくやって、僕にとってメディアも、情報的なものも、まあ一個の、まあ物質として扱えるっていうのが結構、割と早くからあるんで、最近特に、今日紹介できなかったですけど、自負の作品よく作ってて。自負自負動画。発表紙ですね。パラパラ漫画みたいな。はい、わかりました。あれとかもすごくこう物質的だと思うんです。何か繰り返されてたり、すごくこう、遅延、例えば24時間サイコという作品わかりますかね。ヒッチコックの映画が24時間に進む。はい。はい。あれで主張しているのってメディアの物質性なんですよね。おそらく。というか、まあ、そう捉えることもできるんですよ。だから、ナラティブに物語をこう順を出して理解していく。っていうと、物質性っていうのは、まあ、薄くなっていくかもしれないですけど、そういったものをこう引き伸ばしたり、そこにある、近接している、そこにこう、もっとよく見ないといけない状態にしていくと、物質性の主張がどんどん大きくなっていくんですね。はい、それで。はい。はい。なんで、最近は、はい。はい。自負とか、そういったもので、ちょっと説明的に、僕はずっと予感として、そういう物質論をこう、振り回してきたんですけど、最近こう、わかりやすく、作品化できるなっていう気持ちが、だんだん自分を整理できてきたんで、多分これからはちょっとそれをやる。ここ1、
今年来年ぐらいはそういった作品を作ろうかなと今思ってます。ちょっと私がなんか一つ気になったというか、秋葉先生の文章にも出てきたパセティックっていうワードは、もうちょっとなんか、詳しく聞けたらいいな。あ、それもなんか、はい。お見合いした話になるんですけど、ちょっともう一回じゃあ画面を共有しまして。あ、はい。2015年ぐらいの作品、ちょっと待ってくださいね。この作品があって、これはその、また大学に入って、既製品をいろいろこう、使ったりしてた時で、あと、シュバルツバルトっていう黒い森、大きい森があって、そこの中にちっちゃい村々があるんですけど、そこのまあ民芸品みたいなもので、これ全部絵柄が一緒なんですけど、これ別に特定の場所があるわけではなくて、東北っていう、何ですか？僕らが抱くイメージ、みたいな雰囲気の、その黒い森の、昔の牧歌的なもの、ね、アイコン化されたようなものなんですよ。で、それをこう集めて、ると、すごくこう、なんか、チープというか、で、なんか、よくわかんない、なんかこう、瓦、合掌作りとか、合掌作りでしたっけ？だからなんか日本のそういうなんかものにも、見えたり、見えなかったりみたいな、なんか変な雰囲気が出てきて、ほんでこう、いろんな国の人々も、みんな、あ、うちの国にもこういう風景あった、みたいな、なんか、っていう面白い感想も聞けて、なんかその、意味不明な教習が出てくるというか、で、こういうさっきの質問で、秋葉先生の話でちょっとこれを出そうと思ったんですけど、なんかそういう、ところで、これを作ったときに、なんかその、生産的な、まあ、このマテリアル自体は、そういう、まあ、製品を使ってるんで、そういう生産、消費社会とか、なんかそういうところと簡単に結びつけられちゃう、ところでもあるんですけど、でもそうじゃなくて、そういうところから、まあ、スペクタクルみたいな、二比喩みたいな状況に陥らず、こう意味不明な場所にこう持っていけるような、地学の、ポエティックな可能性みたいなものをなんかこういう時に感じたんですよね。で、そこからこう出てくるものって、なんか、教習的というか、なんかこう、楽しいとかじゃなくて、なんかちょっと寂しいみたいな、なんかなんかこう、寂しい気持ちみたいなのがちょろっとあるような雰囲気に僕はいつも感情的にこう感じるんですよ。で、パセティックっていうのは、あまり、ポジティブなワードじゃなくて、まあ、ネガティブなワードなんですけど、いろんな意味があって。で、まあ、まあ、そういう雰囲気では、なんとなく僕は使ってるんですけど、パセティックはそうですね、東京ダダとか、日本の100年ぐらい前の死のちっちゃいムーブメントがあって、その時代のあれとか見てると、よく出てくるワードで、ちっちゃい通の息、パセティックって書いてあるんですけど、まあ、それはすごい、かっこいいなって、昔から思ってて。そんな感じですかね。はい。そんな雰囲気を持ってもらう。ありがとう。はい。今日はこういう形で、貴重な機会というか、ここまでこう、時系列に話を聞けて、で、またこう、今の展示を見るとまた違う見方ができるというか、いろいろ深まるかなと思います。雰囲気で、ありがとうございました。じゃあ、今日は、はい、ありがとうございます。無事に繋がってコミュニケーション。